ソピアシングルは福岡県カ谷郡新宮町にある町立の公共施設である。1997年度に基本計画検討を行い、新宮町や福岡県北部の文化振興の拠点として、また広域的な利用に供する施設を目指して2001年6月に開館された。2013年度の利用者数は16万1419人である。 595席と車椅子席を備えた大ホールの他に小ホール、多目的ホールと3つのホールを持つ。また会議等で利用できるように研修室が6室、和室が4室があり、地域住民の利用を考え囲碁や将棋が楽しめるように少し低い机を管理した交流室等もある。なお施設は バリアフリー化が図られており、利用者向けトイレに車椅子用トイレを併設している。大ホール利用時にのみ使用できる、託児室もある。2013年3月までは条例に伴い、新宮町教育委員会が管理、運営を行っていた。2013年4月から、新宮町文化振興財団を、指定管理者に指定し、管理を委託。2014年現在では運営のみを、 新宮町教育委員会は行っている。新宮町調整用欄2013アーカイブド2016年3月6日、アット・ザ・ウェイ・バックマシン、ソピア新宮設置及び管理に関する条例、新宮町文化振興財団とは公式サイト、ありがとうございます。